はい、皆さんお疲れ様です。岩数チャンネルです。今日7月8日、今12時半を回ったところです。皆さんテレビ、ラジオ、ネットニュースでもご覧になられたかと思いますが、安倍元首相が、奈良県で選挙演説中に、犯人、多分男性一人だと思うんですが、より、散弾銃2発を、被弾し、意識不明重体で、ドクターヘリで病院に運ばれたというニュースが、出ております。まず日本の、銃社会、日本は銃は規制されてますので持てないんですが、犯行に使われたのが散弾銃ということなので、免許がなければ散弾銃も持てないので、犯人の、犯人自身ないしは犯人の、仲間っていうのは、狩猟免許を持っている人間っていうのは確実かなと。で、どういう状況でっていうのが、犯人が安倍さんの後方3メーター、後ろから、2発発砲ということなので、散弾銃自体ピストルと違って、長さがあるので実際に構えて撃つ、3メーターしっかりではないんでしょうが、3メーターのイメージとしたら車の、乗用車の、前と後ろぐらいの距離感で、ざっくり3メーターですので、当然安倍さんの取り巻きには SP、護衛ですねがいたはずなんですが、いたとしたら、安倍さんと犯人の間に立ってる可能性、間違いなく立ってるはずなのですけど、気になるのが安倍さん2発被弾してるんですよね。で、映画じゃないんですけど、至近距離から敵を撃とうと思った場合、構えて引き金を引く、その間に間に立ちはだかってる人間がいれば、犯人を制止しようとして、壁になると言いますか、犯人を、取り押さえようとする動きが出る。で、一発目はなんとか撃てると思うんですが、その一発目も、間違いなく安倍さんに向かって撃てるかというと、自分も捕まらないように逃げながら撃つみたいな感じになるので、下手をすれば、一発も当たらない状態になっちゃうと。で、その段階で2発目を撃とうとしたタイミングで取り押さえられて犯人は捕まるというのが普通なんですが、今回のこの事件、2発被弾で実際発砲も2発してるということなので、1発目は確実に当たってると、撃ててるっていう話なんですよね。で、2発目も、当たったと。ということは安倍さんと犯人の間に SP がいなかったんじゃないかなという気がします。もしくはいたとしても、全く周りの注意をしてない状態で、犯人が銃を構えて引き金を引く、ものの本当に 2、3秒だと思うんですけど、1発目を発射で、引き続き2発目を発射と、連発状態で撃ったにしても、5秒ぐらいは時間あったかと思うんですが、その間安倍さん自身は、ノーガード、背後から撃たれてますの で SP も取り押さえることなく2発目を犯人が的確に発射できたという状況を考えると、 SP 何やってたんだろうっていうのがちょっと気になるところです。で、あと SP、に限らずなんですけど、選挙演説、選挙の関係者ですね、当然こういったことが起こりうるという形で護衛の人間はいるわけなので、政治家さんじゃ分かんないかもしれないですけど、護衛の人間にしてみれば不審な人物が近づかないようにという形で、一般の市民に紛れてこういうことはよく起きるので、違和感ですよね。本当に映画じゃないですけど、ピストルをカバンの中に忍ばしておく、ポケットの中に入れておく、
まあピストルだったらちょっと分かんないと思うので、カバンの中からピストルを出した時にはもうすでに SP が気づいて構えた時には取り押さえられてるっていうのが本来なんですけど、今回、の事件に使われた凶器が散弾銃っていう風になってるんですね。で、散弾銃ってピストルと違って長さがあるので、それだけの長さのものをまあ振り回すっていうか構えようと思うと、まあ、まず隠すことができないはずなんですよね。長さどうでしょう、50センチ60センチぐらいはあると思うんですが、片手では撃てないし両手で撃とうと思うと、まあそれだけ動きがゆっくりになる、ピストルほど素早くは動けない、構えれないっていうのが本来なので、まあ散弾銃をまず隠し持つような容器入れ物を、持った状態で選挙演説の、至近距離3メーターまで寄ってこさせてしまったっていうのが、まあ護衛の人間としては完全に、まあ注意ができてなかった部分じゃないかなと思います。まあそうですね、容器的なもので50センチ60センチのものを隠し持てる容器、まあ何だったんだろうなっていうところですけど、まあそのまますがに持って歩いてることはないと思うので、楽器のケースだとか、まあそうですね、あの冬場ならまだあのロングコートを着てればロングコートの中に散弾銃忍ばしておけば、隠せるかなと思うんですけど、まあ、実際のところそんなこの暑いのにロングコート着てたら一発で怪しまれるよねっていう話なので、まずそれは考えにくいかなと。そう思うとやはりそういった長物を隠せるだけの、まあ、露骨にガンケースを持ってればもう完全にあの不審者だっていう話になるので、まあ、職務質問されて銃持ってるぞこいつって話になったんでしょうから、まあ楽器のケース的なものなんでしょうが、そうですね、まあ、選挙に夢中になってるからなのか、まあその一般の方と、まあ、よくニュースで街頭演説やってその後握手してとか、そういう映像を見ますけど、目の前の人間が刃物を持ってたりそうやって凶器を持ってたりっていうことを考えてない、状態、まあコロナだったら近づかない、ソーシャルディスタンスって言ってたんですけど、もうみんなコロナも、もう忘れてしまって、まあマスクしてれば無敵みたいな状態、でまあ普通に、対面の接触を取ってしまう、でそのコロナの緩みっていうところがまあ安倍さんが襲われるんじゃないかっていう気も、 SP がもう気が緩んでしまって、まんまと犯人は、安倍さんの後方3メーターまで近づき、しっかりと左胸を照準を合わせ、まず一発撃ち、で多分2発目を撃つタイミングで銃声が当然1発目にしたんで、SP が近寄ってきたんで、まあ、ちょっとずれて首に当たった感じなのかなと思います。まあ、あのこのニュース引き続き多分ネットワイドショーとかでいろいろ出ると思うので、私も注視して、またいろいろと動画上げれればなと思います。よろしければいいねボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。はい、お疲れ様でした。